世界一を決めますチャンピオンのザ・デストロイヤー、そしてミル・マスカラス、挑戦者であります。いや、この試合の予想は本当に山田さんも長年プロレスの解説、プロレスのライターとしてご活躍ですけれども、非常に難しいんじゃないですか。本当にね、この予想だけはね聞かれると困ります。まあただ私はですね、当日のコンディション次第ということを言いましたけれども、気持ちとしてわずかながらキャリアの差でデストロイヤーの勝ちというふうに予想したいですね。ああ、そうですか。はい、本当にね、0. 何ポイントかの差と申し上げておきましょう。新聞市場あるいは雑誌市場にも出ておりましたけれども、マスカラスが有利であると、おそらくマスカラスは年齢不詳ですけれども、年が若いから有利であろうというような予想もありましたけれども、はい、本当にまあ、試合の一つの流れ具合によって大きく勝敗に左右すると、微妙なその差が左右するというようなことが言えるんじゃないでしょうかね。ありますね。もう今日の試合はね、年齢とかスタミナとかじゃなくて、私はやっぱり最後にはね、お互いの気力の勝ということになりはしないかと思いますね。何か蔵前国技館のお客さんの熱気、そして期待というようなものがこの放送席にもじわじわと伝わってくるような素晴らしい好カードであります。ユーゼスヘビー級タイトルをかけましてのザ・デストロイヤー対ミル・マスカラス、もちろんそう言いますよりも覆面世界一を決定する試合であります。それがまあ日本で行われるというのも大変素晴らしいことですね。そうですね。これはね、本当にファンにとってはね、待ちに待った夢のカードの実現。もう何か我々長いことこの仕事に携わってきているものでもちょっとワクワクするような感じがしますね。本当ですね。はい、ジャイアント馬場を通じてタイトル挑戦の意を伝えていたけれども、デストロイヤーがそれを受けてくれたことは大変に嬉しい。私はこの日のために全てのスケジュールをキャンセルした。そしてそれだけの攻撃方法を編み出して日本にやってきたと語っておりました。試合前のミル・マスカラスであります。176cm、108kg という数字以上に堂々たる体育の持ち主でありますミル・マスカラス。一方のザ・デストロイヤー、183cm、110kg。シラキュース大学時代にはアマレスフットボールと経験を積んでの1954年プロレス入りであります。そしてプロレスラーになりまして、8年後には覆面レスラーで世界最初のタイトル保持者になりましたザ・デストロイヤー。返しましたマスカラス。デストロイヤーがブリッジ、力の入ります。レフリーがジェリー・マードック。まあ、両選手があの花道を通りましてリング上に登場いたしましたときに、マスカラスはいつものようにロープのワイヤーロープの最上段を華麗に飛び越してリング内に入りました。デストロイヤーこれを見ておりまして、負けじとだいたいそうですね、時間にして10秒ぐらい遅れてチャンピオンが入場したわけでありますけれども、デストロイヤーもロープの最上段を飛び越しますと、もう一段と拍手が湧き上がりまして大変なもんでしたね。はい、そういうところにね、はっきり両者の対抗意識ということがね現れてるわけです。なるほど。それで試合がスタートしてから見てもですね、マスカラスがブリッジワークで流れると、デストロイヤーもうまくいとブリッジワーク、こういうところをですね、お互いにもはっきり意識して、もう向こうがやるならこちらもということがはっきりこう肌で伝わってくるような感じですね。そうですね。まあデストロイヤーとしましても、世界で最初の覆面世界チャンピオンということ、そういう面目にかけましても、この US ヘビー級のタイトルは渡せないでしょうね。まあ、あの覆面レスラーとしてはデストロイヤーの方がはるかに先輩でキャリアも積んでいる。そして
完全に内は世界のトップという覆面レスラーとしてですね、なった。それをぐん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 追い上げてきたのがこのマスカラスですね。まあ、さこの最初のうちは千の顔を持つ男とか、あるいは千の顔の悪魔仮面といったような呼ばれ方をしてましたけども、最近ではですね、もう仮面貴族というようなですね、また一段と高級な名前を付けられて、大変な人気ですからね。ファンもデストロイヤーやはり面目にかけて負けられない。マスカラスもまた何としてでもデストロイヤーを追い越そうという意欲に燃えておりますね。そうですね。とにかくまあこのデストロイヤー戦に備えまして、先ほどもお伝えしましたように、それだけの攻撃方法を編み出したと。もちろんそれはシークレットであるけれども、とにかくデストロイヤーの4の字固めは気をつけるよというようなことを控え室で言っておりましたミル・マスカラスであります。お互いにストロングの素晴らしい試合を展開しておりますリング上。まあね、この試合でなんといっても一番大事なのが1本目ですよ。ですから両者ともですね、非常にその意識し合ってあまり深追いをしないように自分のペースをつかもうという体制ですね。もしですね、仮にデストロイヤーが1本目を自分の18番技の4の字固めで奪うようなことがあれば、これはマスカラスにとって大変に不利ですからね。その逆にですね、マスカラスの必殺技空中弾がデストロイヤーを1本目で決めるようなことがあれば、これはもうデストロイヤーにとって致命傷になるかもしれません。4年前は山田さんどうでしたかね。これはね、お互いにデストロイヤーが4の字固め、マスカラスがフライングクロスアタック、こういう得意技どうぞ、で1本ずつを奪って、それで60分フルタイムやって生き生きの引き分けドローですね。これも全く勝負がついてないわけです。それだけに今日の一戦非常に注目されるわけですね。まあ、それ以外は戦ってないわけですからね、この2人は、はい、ヘッドロックに入りました。デストロイヤー得意のヘッドロック、これを外した、ロックに飛ばした、ショルダーアタックはそのボールで応えたデストロイヤー、すかさずヘッドシザースに持っていきました。この辺りが非常に柔軟なミル・マスカラスであります。マスカラスの柔軟性は自分独自のトレーニング方法で筋肉を落とさずに体に柔軟性を持たせるトレーニングを積んでいる。場所は主にメキシコ大学の体育館、用具はバーベルを使う。具体的にはシークレットにしてもらいたいというようなことをマスカラス言っておりましたけれどもね。はい、この人はとにかくマスクでですね、顔を隠しているだけじゃなくて、ありとあらゆることに秘密が多いですね。もちろん年齢も不詳ですし、家族のことなんか聞いても全く答えてくれませんね。そうですね、はい、ただ一つ最近分かったことですよね、はい、弟さん2人ともレスラーですね。ああそうですか、はい、1人はエルサイコデルコ、はい、それでもう1人ですね、ごく最近マスカラスとタッグを組んで登場したドスカラスという人がいます。あ、これも実の弟らしいですね。あそうですか、はいはい、この辺りデストロイヤーもよく見ている。さあこのまま抱え上げてバックに持っていきますとボストンクラブの体勢になりますけれども、両者ともトレーニングが十分であります。両者ともこれだけ本当に力の入る、あるいは画面で感じる以上に力が入っておりますよね、リング上の両選手は。マスカラスとですね、レスラーの上半身の筋肉の動きを見てますとね、いかに力が入っているかというのがはっきり分かりますね。そしてトレーニングをやはりこの一戦にかけて積んできただけに、あんまり汗をかきませんね。はい、デストロイヤーはですね、非常にジョークの上手い人なんで、まともな質問をしてもなかなか答えてくれないんですけれども、はい、今度は人に言わずに随分隠れてトレーニングやっておりましたね。ああそうですか、はいはい、いつものね、ベテランのデストロイヤーですと軽くジョークに紛らわしてしまうんですけれども、今回だけはちょっと違っておりましたね。何か今日の控え室でのデストロイヤーを見ておりましても、いつもは大変陽気なんですけれども、今日はなぜか押し黙りまして、大の字になって天井の一点を見つめるといったような光景を私しばしば目撃したんですけれども、
他のレスラーとも試合前の40分ぐらいになりましたらほとんど口を聞いておりませんでしたね。はい、大きな西側の支度部屋のですね一番隅っこの方で一人で何か考えてるような、おそらく作戦を、最後の作戦をですねじっくり自分の胸の中で反芻してたんじゃないかというふうに見受けられましたね。いつも今日も、お子さん3人おりますけども、3人のお子さんを連れてきておりますこの蔵前国技館に。父親の勝利を見せるがために連れてきたのかどうか知りませんけれども、普通はよくこの自分の子供を相手にですね、他のレスラーとの間でいろいろこうふざけ合ったりいたしまして、まあ、テレビのコメディ番組なんかにもデストロイヤー大変貴重な存在として今買われております。そんなような一面を覗かせるんですけれども、今日は全くそういったところが なかったですね。やはりね、それだけ自分のオーダーを守ろうという気持ちがですね現れていると思いますね。一方のマスカラスの方は控え室で、あれは山田さん、鉄砲柱っていうんですかね、蔵前国技館ですから支度部屋の方に、はいはい、控え室に、鉄砲で鍛えるための柱ですね、はいはい、あそこに向かいましてマスカラスは盛んにですね、途中でちょっと数を忘れてしまうぐらい何回もそのいわゆる突っ張りですね、はい、これを見せていたんですけど、まあ、若い選手がね、はい、あれをやってるのを見てこう何を鍛えるんだと聞いてましたね。おそらくね、非常にね押したりついたりする力を失うんだというようなことを聞いてね、やったんだと思いますね。しかしまあその試合の直前になってまでそれだけ意欲的に取り組むというのはね、いかにもマスカラスらしいですね。上手に飛ばすデストロイヤー、ショルダーアタック、強靭に鍛えられました見事な上半身をデストロイヤーの厚い胸板にぶつけました。なんとか外したいデストロイヤー、日本で初めて実現いたしました覆面世界一の決定戦であります。うまく腰を入れまして相手を倒した後の体勢がいいですね、マスカラスは。そうですね、自分でね技を仕掛けた場合ですね、大抵のレスラーはどうしても自分の身の安定性っていうのを変えてしまいますね。ですから攻撃した時は必ず隙ができるんです。マスカラスにはそれがないですね。相手を投げつけた後すぐ自分が完璧な攻撃と防御の体勢に入るという形ですね。なるほど。あった、デストロイヤーのキッチンシンクが出ました。ショルダーアタック、ショルダーアタック、この辺りはフットボールで鍛えております。やはりデストロイヤーとしてはマスカラスが飛び道具を持っているだけにあまり距離を取りたくないんですね。なるほど、至近距離からの接近戦、はい、攻撃ですね、はい、倒した、あっとリードロックが空を切った。この辺りはマスカラス非常によく相手を見ております。あっとグレンマスターに乗っていった。しかしこれはちょっと回転が少ないけれども、デストロイヤーよく跳ね抜けている。今落差が少なかったですね。落差が少なかった、はい、両者ともにちょっとエキサイトしてまいりました。なんか両選手ともに攻撃の糸口を見つけられないといったような感じがいたしますね。あっとクロスショットが出た、フラインクロスショット、もう一発出ました。デストロイヤーのリモートであります、クローンのホールの体勢に持っていく、決めた、これは決めた。マスカラスが1本取りました。マスカラス1本先取しました。デストロイヤーの喉部屋あたり、両にカウンターで首によくフラインクロスチョップが当たりまして、そのままエビ固めに持っていきましたね。そうですね、ただのフォールではなくて肩エビですね。肩エビ、ああいうところは非常にマスカラス慎重ですね、はい、この一本逃してなるものかという感じですね、うん、なるほど。見事にそれにしても非常にね、タイミングのいい一発目、特にですねタイミングのいいこのフラインクロスアタックですね。もうまるでね喉を正確にヒットしてましたね。実にうまくヒットしておりましたね、はい。山田さん、はい、今インターバルの間にですね、
デストロイヤーは盛んに目を気にしておりまして、レフリーのジェリー・マードックに見てもらっておりましたけど、これは何でしょうかね。そうですね、あのフラインクロスアタックの時にですね、はい、指が入ったんでしょうかね。あ、そうですか。私が思いますのにね、あの今のフラインクロスアタック確かにいいんですけど、あっと、またフラインクロスショット立てましたね。当てました。さあ、そのまま決めるか。いや、フライングメイヤーに持ってった。動きが速くなった。さあ、マスカラス得意の複合技であります。これでギブアップには至りませんでしょうけれども、デストロイヤー苦しい。動きが取れなくなりました。デストロイヤー、デストロイヤーピンチはピンチであります。リバースダブルアームロックですね。そうですね、背後から完全に両腕を捉えまして固めております。リバースフルネルソンに入りましたよ。フルネルソンに入った。このままあの立ち上がるとですね、人間風車のスープレックスも可能性ありますね。そうですね、そういうことになりますね、はい。さあ、徐々に立ち上がっていくけれども、これをデストロイヤー返した。まあ、1本目のアタックですね、確かにマスカラス成功したんですが、ダメージとしては、ね、瞬間的なもので、デストロイヤーにさほど残ってないと思います。そうです、はいはい、ですからまだまだ、ね、デストロイヤーは、ね、追い上げのチャンスがありますね。なるほど、はい、このあたりは1本目序盤戦のクリーンファイトとはちょっと違ったブレイクですね。そうですね、相当やはり相手の動きを、次の動きを警戒しております。ミルマスカラスであります。いたしましても非常に慎重なレスラーであります、ミルマスカラス。デストロイヤーが今度は攻勢に転じました。両腕を固めまして、マスカラスを押します。デストロイヤーであります。今見せたあのレストランの十字架固め、十字架固め、はい、非常にあのいい技なんですが、やはりマスカラスが体が柔らかいだけでスルッと抜けますね。そうですね、本当に柔らかいですね、このマスカラスは。1本目を取っております。余裕でありましょうか、ミルマスカラス。やはりね、今のあのクロスしてあるドロップという技なんかね、体が柔らかくて勘が良くなきゃできないですね。そうですね、もうしかもあのマスカラスはですよ、あの手をつかない、いわゆるフィンガーロックで腕を逆にねぎ逆に取られました、はい、あの体勢からあの技を持っていくんですからね、ちょっと信じられないですね。まあ、とにかくこれだけの技を持っておりますと、次にどういう技を出そうかというようなことにむしろ迷うんではなかろうかというぐらい技を持っておりますね、マスカラス。その場合はね、はい、おそらくマスカラスの場合のその時の自分の体勢体勢で、ね、本能的に出るんだと思いますね。もう完全に体にいろんな技といいますか、特に逆転技を覚え込ませているわけですね。おっと、デストロイヤーが今4の字固めに行こうといたしましたけれども、一瞬今日つきました、デストロイヤーの4の字固め。狙いは良かったんですが、ちょっと不用意ですね。そうですね、はっきり背後からサーフボードで固めます、デストロイヤー。ご覧ください。しかしマスカラス見事な上半身であります。ぐっとこれを力で逆に転じますか。デストロイヤーも素晴らしい体育をしておりますけれども、力比べになりました。両者ともに太い首を支点にいたしましての力比べ。逆を取りました。おっと、バックを取って離さないミルマスカラス。
まあ、相手の、ね、マスカラスが、ね、非常にあのストロングスタイルでぐんぐんテクニックで来るので、ね、どうやらデストロイヤーは、ね、自分のチャンスをつかんでないような感じですね。ちょっとそんなような感じがいたしますね。デストロイヤーとしては、ね、ラフなファイトのきっかけをつかみたいと思うんですよ。このラフに出てそこからきっかけをつかんで一気に自分のペースにはめ込むというチャンスですね。今のなんかもちょっとその現れのようですね。はい、さあここでクリーンファイトをする。今度はマスカラスがお返し。この人は必ず報復攻撃をします。反則攻撃の場合は必ずその仕返しをいたします。見るマスカラス、エルボースマッシュに持っていきました。ちょっと試合が荒れてまいりましたが、両者ともに場内にやや殺気だったものが感じられます。まあ、今まであのこれまでの試合を見ておりますと、やはり試合の主導権と申しますか、イニシアティブは マスカラスの方が取っておりますね。そうですね、やはり1本目を、ね、取ったというね、余裕でもって攻撃をかけてますから、どうしても主導権になるんでしょうね。全体を通じまし、ね、通じまして、何かそのデストロイヤーのペースというのがまだ完全に行われていないというような感じがするんですかね。デストロイヤーが攻撃をかけましてもね、はい、マスカラスがその技をねブツンブツンと断ち切ってるわけですよ。ですからデストロイヤーの攻撃に今のところ流れが見られないですね、はい、しかしまだまだお互いに動きは非常にいいものがあります。フルネルソン、マスカラスは華麗さが非常に目立ちまして、力があるということが得てして忘れられがちなんですけども、大変やはり怪力の持ち主だそうですね。はい、あのデストロイヤーをね、今のようにフルネルソンに捉えてあれだけ離さない力ってのは大変なもんですよね。まあ、どうしてもこの人の場合はその表面の華やかなショーマンシップに、ね、目を奪われてしまうんですね。さあマスカラス得意のツイスト技、デストロイヤーちょっとまたピンチを招いた。この粘りのある攻撃がいわばマスカラスの特徴でもあります。ちゃんと足をフックしてかけてますね。はい、今この足をフックしてかけたんで思い出したんですけれども、今日引退いたしました大木石木奈さんがレフリー時代最も印象に残る試合としまして、力道山とルーテーズの試合で、1本目はついにルーテーズの岩石落としにかかってしまったけれども、2本目なんとかこれをこらえようと力道山が河津掛けでこらえたという、はい、とっさにその思いついた技だったけれども、あの試合が自分はレフリーをしていて一番印象に残るってなこと言っておりましたね。そうですか、まあその力道山がですね河津掛けで精の話、そしてその力道山の学弟子のジャイアント馬場がですね、今カーズ落としという新兵器を ね、はい、編み出している非常に因縁深い話ですね。日本プロレスの生みの親でもあります力道山のカーズ掛けは、これは防御策の一つでありましたが、ジャイアント馬場、そして今リング上のこのミルマスカラスのいわば逆フック、カーズ掛けのような格好は、これは攻撃の主戦武器であります。さあ試合がちょっとエキサイトしてまいりました。デストロイヤーが飛ばすか、飛ばした、足を取ったデストロイヤー四の字固めに持っていく、そして次の体勢が非常に速いマスカラスであります。デストロイヤーといたしましてもちょっと苦戦であります。この辺りもうすでに1本を選出されておりますデストロイヤー、これ以上土俵は後へ下がれないデストロイヤーであります。
まあ、ここまでのところちょっと押され気味ですね。マスカラスのやはり技、攻撃の一つ一つというのは非常にしつこいですね。粘りがありますね。はい、飛ばした。さあデストロイヤー、今度は飛んだ。あっとデストロイヤー今度は飛んだ。ドロップキック、いい角度で当てた。ドロップキック。さあマスカラスの動きがちょっと鈍ったか。デストロイヤー、大体10秒でギブアップをする技ですよね。そうですね。しかしこれは攻撃を仕掛けた方のデストロイヤーも相当なダメージにつながるんじゃないですか。あ、両方とも大きいですが、やはり、ね、マスカラスのダメージは大きいと思いますね。大きいですね、はい。まあ、今日のタイトルにいかに固執していたかということがよくわかるわけなんでありますけれども、この後の3本目を考えますと、やはりマスカラスもっと早くギブアップをすべきじゃなかったかなと思うんですけれども、マスカラス黄金の足がちょっと取れません。マスカラステープが取り替えます。蔵前国技館、デストロイヤー1本を取り返しました。